皆さんこんにちは。ペットの悩み解決チャンネルです。猫好きの方なら愛猫のために可愛い玩具をたくさん用意してあげたい気持ちよくわかりますよね。でも意外と知られていない危険な玩具もあるんです。そこで今日は猫に与えたら危険な玩具20選をご紹介します。愛猫の健康や安全を第一に考えて正しい知識を身につけていきましょう。その1、細長いゴムバンド。ゴムバンドは猫にとって魅力的な形と動きを持っています。しかしこれを口に取った際に飲み込むリスクが非常に高いです。飲み込んだゴムバンドは消化できず腸内で絡まりや閉塞を引き起こす可能性があります。これにより緊急の手術が必要となる場合も、その2、小さなボタンやビーズ。猫の好奇心旺盛な性格から小さなものを探ることが好きです。しかしビーズやボタンは飲み込んだ時消化管の中で詰まりを起こす可能性があります。これにより猫の命に関わる危険性がある。その3、なる玩具。なる音に興奮する猫も多いですが、これらの玩具の中には小さな鈴やビーズが入っています。もし猫がこれらの部分を噛んで壊し中の小さな部品を飲み込んでしまうと食道や腸に詰まる危険が。その4、細い糸やリボン。猫が糸やリボンを引っ張る様子は可愛いものですが、飲み込むと非常に危険です。腸内で絡まって腸閉塞を引き起こすことがあります。特にリボンは結び目が腸内で引っかかるリスクが。その後、塗料や接着剤が使われている玩具。猫は鼻が非常に敏感で化学物質に弱いです。塗料や接着剤から放出される有害物質を摂取すると中毒症状を引き起こす可能性があります。その6、鋭い部分や突起がある玩具。猫が遊んでいる最中鋭利な部分により怪我をしてしまうことが考えられます。特に目や口などのデリケートな部分に傷がつくと感染症の原因ともなります。その7、電池を使用する動く玩具。電池の液漏れや猫が噛むことでの破損リスクが考えられます。特に液漏れした電池の内容物は皮膚や粘膜に大変な刺激を与えます。その8、小さなプラスチックの袋。猫が中に入ることで窒息のリスクが高まります。また遊んでいるうちに頭を袋に入れてしまい取れなくなる可能性も。その9、強い匂いがする玩具。化学的な匂いや香料が強すぎるものは猫の敏感な鼻や呼吸器を刺激する可能性があります。繰り返し遊ぶことでアレルギーや中毒症状を引き起こすことも考えられます。その10、硬い材質の玩具。硬すぎると猫が噛んだ時に歯が折れたり口の中を傷つけるリスクが高まります。また飲み込んだ場合の消化管へのダメージも懸念されます。その11、風船。風船は爪や歯で簡単に破裂します。破裂音に驚きストレスを感じる猫も多いです。また破片を飲み込んでしまうリスクも。その12、光るおもちゃやレーザーポインター。レーザーポインターのような光る玩具で遊ぶときは注意が必要。猫が目に直接光を受けると目を傷つける可能性があります。また捕まえることができない赤い点にフラストレーションを感じる猫も。その13、粘土やスライム。これらは食べられるものではありませんが猫が舐めたり食べたりすることが考えられます。消化不良や中毒の原因に。その14、テープやセロハンテープ。猫がテープを舐めたり爪で遊ぶことで口や爪に貼り付き取れなくなる可能性が。飲み込むと腸閉塞のリスクも。その15、磁石を含む玩具。猫が磁石部分を飲み込んだ場合消化管内で磁石同士が引き合い腸の壁を挟む危険があります。これは重大な打ち傷や腸閉塞の原因となり得ます。その16、鳥の羽を模した玩具。天然の鳥の羽を使用している玩具は飲み込んだ際に消化器官を傷つける恐れが。またアレルギー反応を引き起こすことも。その17、化学蛍光棒。中の液体がもし漏れると猫がそれを舐めることで中毒を起こす可能性があります。特に猫が噛んで壊した場合には注意が必要です。その18、水鉄砲や泡吹き玩具。猫は水を怖がるものが多く水鉄砲や泡で驚かせるとストレスを感じる可能性があります。さらに中の液体が猫の目や口に入ると刺激やアレルギーの原因となります。その19、音を出すぬいぐるみ。音の出るぬいぐるみは猫が噛むことで中の音を出す部分が破損する恐れがあります。その部品を飲み込むと窒息や腸閉塞のリスクが。その20、金属製の小物。金属製の玩具やアクセサリーは鋭利な部分で猫が怪我をする恐れがあります。また錆びた金属は中毒の原因にもなります。いかがでしたか？今回ご紹介した20の玩具は見た目や機能性だけで選んでしまうと愛猫にとって意外な危険が潜んでいることがあるんです。皆さんも猫ちゃんの健康や安全を守るために選ぶ玩具には十分注意してくださいね。またこの情報が役立ったまたは新しい知識として得られた方はぜひコメントやシェアをお願いします。猫ちゃんの安全のための情報を広める手助けとなります。次回も猫ちゃんのための有益な情報をお届けしますのでお楽しみに。